はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。ジャンダルムへ、向かうところになるんですけれども、ちょっとまだ捜索の方を進めていきたいと思います。ここにアギラギラがいるな。ちょっと先にこっちをやろう。一応本当はね、ここ行きたかったんですよ。でまずちょっとアギラギラをぶっ倒しに行きます。まあ、近そうなんで、そんなに時間はかからないかな。アギアギラ。アギラギラって言っちゃうな。こっちの方かな。てか、アギアギラってどんなやつ？こいつじゃないよね、絶対。あ、あいつっぽい。これ落車だな、多分。落車にしとこう。悠長に構えてるな。なんでこんなところに出没したんだ、そもそも。32レベルか。痛い。遠いんだけど。ちょっと待って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 。おらおらおら、ブレイクした。よし、今ブレイクしてるか。てか周りの人邪魔だな。おら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 、くらい。もうこれは使っていく、どんどん。あれ、いつの間にかさ、ヒットポイントがめっちゃ減ってたんだけど。ちょっと無駄だったかな。とりあえず討伐したんで、ちょっと速攻で戻りましょう。何くれるんだっけ。もはや報酬をチェックしてなかったな。今はね、やっぱちょっとね、鉄鉱石も足りてないんで、そのジャンダルムに向かう前に武器をね、1回ずつ強化しておきたい気もするんすよね。討伐について。なんでさ、倒したかどうか分かるんだよ。倒してねえじゃねえかもしんないじゃん。死体を持ってきたわけじゃないんだし。お、力の霊薬だ、やったね。こういうのって今どれくらいあったっけ。これも使っちゃおう。アドルアドルアドル。てか、なんで落車が一番レベル高いんだ。力の霊薬を使ってホイホイと。守りの霊薬ももう全部アドルに使いましょう。めっちゃドーピングしてんな。こんなものかな。よし。で、ここは多分このまま出てった方が早いかな。ジャンダルム2500メライ。1メライっていくつだったっけ。1メライって 0.9 メートルとか、いまいち単位がわからない。まあ、ここら辺の雑魚敵は無視をして、落車の方が足が速かったかな。そうすると、ちょっと地図で確認すると、いけない、あっちジャンプしていけないんだけど。ああ、ここ鉄鉱石あるかな。岩塩か、やっぱり。こう登って、でこれをどかしてもらいましょう。てか支援要請出したけどさ、ツタ登れるのってさ、俺たちだけのはずなのに。どうやってみんなツタ登ってきたんだ。ありがとよ、みんな。よし、じゃあ先へ行きましょう。っていうかさ、先に行っていいわけこれ。でまたどっかに繋がるのかな。当面だって目指すのはジャンダルムスからね。あれ、なんだこいつら、猿みたいなのがあるの。レベルは、ちょレベルをチェックしていこう。23レベルか。いや、大したことないな。ちょっとまあこのまま探索をしていきますかね。やった、女子。よーし、いいね。
だってこのグローブがないとね、さっきのとこ絶対登れないはずだからね。特攻石うわーないか。ただこれ一発ぶっ放しておけばもう瀕死になるからな、こいつら。おーっと、ちょっとめんどくさそうなやつがいんな。あそこまで届くのか、この攻撃。分厚い皮か、その通りじゃな、見た目の通りだな。タフだねやっぱり。お、獣筆繊維だ。こういうのをね集めとかないといけないから。おら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 、突進もゆっくりになるんだ。これこっちがいいかな、広範囲攻撃よりは。こういう時あれ、なんか下に落ちてったぞ。宝箱があるのか、下に行こう。宝箱に目がくらんだいっぱいいるな。いやマジでいっぱいいるな。おらおらおら、ん、一掃した。まだいる、あまだいるか。倒してくれたね。お、 T のメモ3。この島には海賊の白骨が多い。どうやら相当数の連中が上陸していたようだ。興味を惹かれた私は連中の痕跡を調べてみることにした。どうやら100年ほど前に大きな海賊団が上陸したのは確かなようだ。脱出につながる手がかりの一つも見つかればいいのだが。 T、 そうか、この海賊団どこまでこの島の謎を解いたかですよね。あれ、どっち、こっち上から行けるね、ツタ登って。こっちもただ行けるから。見て避けきれなかった。見えん。よし。お、宝箱。蘇生薬。あれ、蘇生薬手に入れたってことは、空き瓶も手に入れたってこと？いいね。空き瓶は貴重だからな。まあ多ければ多いほど助かる。回復薬にも使えますからね。ん？これでこっちは終わりか。じゃあ上の方へ行きましょう。ほら、このごっついやつがね、ほんとめんどくさいね。なかなかタイミングも取りづらいな、ラッシュ運動。これマジ強いわ、一掃できるやつ。珍しく落車食らったな。下に落ちたらちょっと面倒くさいことになるぞ。あんまりアイテムに気を取られずに。あれ、まだ生きてるし。あんまり好戦的ではない。さて、じゃあこの先に行きますか。いや、ほんと強えわ。邪魔だ、どしたまえ。あとは任せる。ほら、そうだから、え、これでもダメージ食らうの。どうしようかな、ちょっと回復しようかな、立ち止まって。あんまり減りすぎてもね、回復がめんどくさくなるんで、回復できるときに回復をしておきましょう。必殺技ゲージも結構溜まるの早いから、もう少しポンポン使っていっても大丈夫かなって言ってもね、そこまで強力な感じではないんで。必殺技は何種類かあったりするのかな。とりあえずみんな今のところ1種類しかないけど、まあ必殺技っていうか大技みたいなやつですね。まだ
続くね。ここはもう完璧です。当てとこう。最近なんか弱いな。単発の攻撃力がめちゃくちゃ弱いな。いいかな、竜巻使わなくて。DPS がよろしくないね、DPS が。1回の攻撃って、まあ、100くらい当たるわけでしょ。それが竜巻が一発30とかだからな。だったら普通にこれ使ってた方が効率は良さそうですね。ガチ邪魔だな。分厚いかは多分めっちゃ手に入ってんなこれ。あれこれで下抜けるかな。落ちていいかな。夏か樹脂鮮やかな木か。あれこれどん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 下に行けるな。宝箱とかもあるけど、ちょっと上の方から覗いていくか。ほら、いい風。風？ここは風の通り道なのですね。風向きを見るにはちょうど良さそうな場所じゃねえか。完全に当初の目的を見失ってるな。どこへ行ってるんだ俺は。いやこれマジヤバいわ。一発ぶちかましてここも届くのか。なんかすげえどん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 来ちゃってるけど。おお、ロケーションか。ここ清風の丘。これは絶景だな。確かにここは絶景だな、本当に。そして鉄鉱石。鉄鉱石はないか。鉄鉱石くれ。へえ、だってさ、奇妙の塊ってさ大してレア度高くないよね多分。あれもう一個くらい。あ、これか。あれどこだ。あ、逆側か。ここまで来て多分向こうとかには降りられないから、なんかでロケーションで割りもしや。そうか、まあしょうがない、まあ、ロケーションポイントはちょっとアイテムがあるけど、本当にこれだけで終わり。これさっき取ったやつか。まあ地図を埋めたということで、今何パーセントだって。ああ 30% いったね。あとでちょっとアイテムも回収しますか。で、あそこは確か、ラテカ樹脂は取れなかったから、こっちか。宝箱があるんで、あれを回収していきましょうと。痛え。もうちょい攻撃力が欲しいね、そうすると。ちょっと苦労する、倒すのに。ブラッドファングって何。グレイトリング。てかもう、戦士の刻印いらなくねこいつ。ヒットポイント吸収、与えたダメージにおいてヒットポイントを回復する。これいいね。ブレイドリング2があるから、ブレイドリング2にして攻撃力を底上げしよう。で、そうすると、ボーンネックレスの代わりに戦士の刻印でもつけておきますか。てか刻印シリーズはもう普通に買えるようになったんで、素材集めて全員に装備させよう。アドルってなんかだって、あとスキルある。エリアルスキルはもういらないな。これライズスラッシュ、アークショット、フォースエッジ、トルネードソード、ブレードラッシュ、一応これつけとくか。あ違う、トルネード外しちゃったのか。じゃあトルネード外したいんだ。まあいいか。てかさ、普通に洞窟に入ってったけどさ。どういうこと。ひょっとしてここは水源の滝。村の小川の水源地みたいですね。水がとても澄んでいます。宝箱わかるよ。ちょっとこれいけんな。宝箱は向こうか。なにこれ、普通にだって洞窟来ちゃったよ。いいの。まあいいや、鉄鉱石を手に入れたからよしとしよう。あ、なんだこいつ。いや、あんま強くはないか。ちょっとレベルだけ。うわ、レベルを見たかったけど、
倒してしまった。当て返し、よーし、いいね。ん、なんか普通に進んでて25レベルか。まあ雑魚だな。あ、でもヒットポイント回復するのはいいね。でここで鉄鉱石を集めつつ、鉄鉱石はなかったと。お、魚、陸上で生活する魚か。左はいけない。まあモンスターのレベル的にも全然高くないから、まあ一応観察やってみますか。ちょっと左から行こう。上か。よいしょ。ダッシュボタン押しても速くはなんないね。この先に宝箱があるでしょう。あ、戦士の刻印2あるじゃん。ちょっとこれ装備させよう。あれ、何これ。あ、繊維服とかね。これ何、アタッチメント、なんか別のがあるのか。まあこれを外すか、適当に。あ、ブレイドリング装備しとこう。で、戦士の刻印2、うん、これでいいでしょう。まあ、ちょっと行けるところまでは探索しますか。このまま下に降りていって、また魚がいるな。魚も攻撃しそうする。あれ当たってない。で、え、何これ。水だよ、水。息継ぎができなくなる危険。俺はもう全然泳げないんで水は嫌ですね。あれ、ってかこっち入って大丈夫？いや無理でしょ。え、浮くやつとかだって浮けないよね。だってこれだ多分冒険具、浮き輪靴、そうだよね。泥沼とかの上を歩くだけだから、さすがに水の上は歩けないでしょう。いや、やばいやばいやばいわ、これやばいわよくこんなとこに入ってこうとしたよな、何にもなしに完全ただのバカでしょ何の準備もなしにさ、水中の中潜っていくなんて。ってことは、そういったアイテムを手に入れないと、ここは来れないけど、なんだここ。すげえ、すげえ、すげえ。前方の地図を見る限りすっげえんだけど。てか、モンスターもいっぱいできた。まあ、いいや、これで一掃できるし。あ、毒になった。マジか。ちょっと、一掃してから。あれ？なんか、技が使いづらいな。あ、技のメーターを使い切ったのか。毒ったから、特定しそう。いっぱいあるね、また。ちょっと回収していこう。あ、これです。おお、レアアイテムを手に入れた。おお、ジャモンガラ。てか、めっちゃいいアイテムがね、ここはラテカ樹脂じゃないか。鉄鉱石1個。いいね。あ、これめっちゃいいアイテムあるわ。ラテカ樹脂1個。鉄鉱石も1個。ここはいいね。剣線牙みたいな、これで全部取ったかな。取りこぼしはなさそうですね。っていうか、これで終わりか。潜れないんで。そういえばさ、浮き輪靴手に入れたってことはさ、まあここ多分いつでも来れるよね。水源の滝。浮き輪靴を手に入れたってことは、どっか確か沼地がありましたよね。どこだっけ、あそこ。ここだっけ、違う、ロングフォン海岸。シュラム、獣たちの丘、あの恐竜がいたところす、恐竜がいたところ。どこだっけ、ここかな。
回沼地に潜って、あ、これやべえこれやべえみたいなことを言って退散してきたんだけど、その先にも進めそうですね。ちょっと覗くだけ覗いてみます。こいつらはもちろん無視して先へ進んでいきましょう。まあ、鉱石と木は回収したいけど、他はどうでもいいかな。これいけるよね。あ、いけるいけるいける。霧があるからやだな。まあ、あいつは多分もう大したことないよね。宝箱があるけど、ジャンプでいけるかこれ。いけねえな。マジか、上陸不能ってか邪魔だなマジで。今だったら大したことないから、でもそこそこ食らうか。ヒットポイントを回復しつつ攻撃をする。おらおらおら、痛い。いや、やっぱココナッツ結構食らうな。てか防御力上げても結構食らうよね。ちょっと霧が濃くなってきて嫌だな。いつあいつに遭遇するか分からないからな。上の方から飛び降りればいいのかな、あの宝箱取るのって。ちょっと待って、ココナッツもな、鬱陶しいからな。やばいやばいやばい、ヒットポイントがやばいな。この回復量とどうにも間に合わん。オラオラ、ちょっとずつ回復しろ。あ、これ使ってねえわ。突進するだけ。どうなんだ、かっこいいといえばかっこいいけど、この上もいけんのか。でここら辺から飛び降りればいいんじゃない、違う、とーいいね、狙いばっちり。釣り餌かー、なんか悲しくなってくるな。釣りもなー、全くやってないしね。変な鳥にも魚あげないといけないですからね。でもね、釣りだけで時間取るのも何とも言えないしな。これあっちに行けんな。でもまず上に行って、これを回収して、これはね、なんかあんまりいい草がないんですよね。ジギタリスとかって多分回復薬っすよね。あ、宝箱がある。これは回収していきましょう。タイガークロー、名前はかっこいい。でも爪を装備する人はいないですからね。フラッシュガード効果 1.5 倍。あー結構いいね。フラッシュガード発動できれば強いですからね。どこ行った、やつら。落っこっちゃったか。まあいいや。で、こっち側に通じてますね。これはまたどっかに繋がるのかな。あ、繋がった繋がった。これどこだ、いやマジでわからん。え、これどこ、謎だ。あれどこだっけ、ここに来てんな。一回来てるんですよね、もう地図が完成してるんで。全く覚えはないけど、え、ここに来て、こっちは行けない、行けないよね。行けないから、あと普通なんだ、秘密が。あれ、あ、使えねえか。いや、なかなか把握するのも大変だな。痛い。ただちょっと待って、ちょっと待って、なんでこいつらこんないっぱいいんだ。あれ微妙に行ってない。あれなんだここ、橋がぶっ壊れてる、これもしや。T が作った、すげえな T。
人でこんなもん作ったのか。まあ一応ここは覚えておいて。あれ初か。こんなところ来た覚えはないし。宝箱があるけどどこだ。ここか。下に降りていって。烈士の帯。なんかいろんなアイテムを手に入れてるな。攻撃を受けるとエクストラ上昇か。まあエクストラ上昇は結構いいかもね。頻繁に使っていければ。で、ここはこれで終わりか。多分橋を直さないといけないんだな。なるほど。ちょっと覚えておくことがいっぱいあるな。じゃあこんなものかな。探索的には。ちょっとじゃあ村に戻って回復をして、フラッシュガードをねもう少し有効に使えればだいぶ戦いも楽なんだろうけど、一貫戦タイミング取るのが難しいんで。装備品はこのままでいいかな。ちょっとそうか、武器を見てみましょう。鍛えられるものがあれば鍛えたい。何を鍛えるの？鉄鉱石が4つ使うのか。もういいの？防具は？今日はどんな用？国鉄。うおー、鉄鉱石が足らん。これも全然足らん。強獣の骨、強獣の皮。なんかこっちの方が簡単に作れそうだな。鉄鉱石8個はね結構厳しいよね。で攻撃力10も上がるんで、多分先に進めばこいつらの骨とか皮しょっちゅう手に入りそうだし。まあ、とりあえずこんなものかな。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回こそはちょっと、ジャンダルムの方へ向かいたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。